ナーレフ郵便局ナーレフはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島カウ地区にある町でハワイ島の最南端にある町であるナーレフはハワイ語で火山灰の意味であるナーレフは国勢調査指定地域の名称でもあり土地の人たちが理解するなーレフとは少し違う国勢調査指定地域の人口は2010年調査で866人で2000年調査の919 からは減少しているナーレフはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ軍のカウ地区にある町で米国五十州の中で郵便局がある場所で最南端にある。ナーレフ国勢調査指定地域の2000年調査では人口は919人、290所帯、209家族であった。人種構成は白人8.38%、 アフリカ系アメリカ人0.33%、アメリカ原住民0.11%、アジア人45.59%、太平洋諸島から13.82%、他の人種0.33%、複数の人種根結31.45%であった。ヒスパニック系は全体の5.44%であった。名称とまで行かないが、 ビゲローエアロスペース社の通信施設がある。アメリカ最南端のレストラン、ハナホーレストラン、アメリカ最南端のカフェ、カ、ラエコーヒー、米国50州最南端のベーカリーを自称する、プナルーベークショップなどがある。ハワイ州道11号線上にあり、西にはヨヒヌ、東に、プナルート・パハラがある。ありがとうございます。